はい、皆さんこんにちは。イヤホンのロイタコとリョタです。秋葉原店の中田区です。リョタクです。リョタクです。はい、今日はですね、何曜、水曜、今日は水曜日の動画ということで、また中田区と動画を撮りたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、はい、今日はですね、ちょうどこの4月29、ん、本当に8、違う、9、撮ってるのは実は28の火曜日なんですが、はい、このヘッドホン、昨日、まあ、つまり今日ですね、そう、28日火曜日に発売日ということで、開封動画撮りたいと思います。ハーマンカードの双方ワイヤレスというヘッドホンですね、はい、どんなヘッドホン、 Bluetooth 対応の、お、とてもコンパクトで、うん、エレガントなデザインのヘッドホンとなっております。まあいいや、開けちゃいましょう。はい、はーい、渡した。その横に置いてあるやつ何？これ同じハーマンカードの奥のアイキですね。エスクワイヤーミニです。エスクワイヤーミニ。かっこいい。そうです。これはつまりなんかお化粧用品かな？いや、これも Bluetooth スピーカーですね。おー、スピーカー。はい。でモバイルバッテリーにもなるんで、これすごい使い勝手です。コンパクトですし、うん、かつおしゃれ。先だってこれ中田君がこれを持って現れたの、気候やって持ってたから、もう本当にバッテリー感な感じしか見えなかった。そう、すごい使い方です。はい、これが本体ですね。はい、メガネの本体。メガネの本体です。はい、で、この下の段にですね、専用のケースが、お、なんかかっこいいね。入っております。おしゃれ。すごい。かっこいい。しゃれてんな。おしゃれ。ハマカンド。しゃれてんな。なんか白いです。おお。ホワイト。とりあえずホワイト。ホワイト。で、先付属品見ちゃいましょうかね。今白い。白いです。入っているものが、ケーブルが2つ。はい。充電用の USB ケーブルと、布巻きじゃね？おお、すげえ、布巻き。おしゃれ、ホワイト。ホワイト。と、布巻きの、うん、あ、オーディオケーブル。オーディオケーブルですね。うん、はい。ついてます。おお。これあれやね、双方ワイヤレスって双方のワイヤレス版やけど、なんかちょっと付属品とかも全然違うものになってきてるね、うん、ケースこんなんじゃなかった、違った、すごいおしゃれです、うん、ちゃんとロゴも入ってます。ハマカ入ってます。では、ね、本体に、うん、うん、なんかお上品、エレガンスで、やっぱすごい小型ですね。うん、ちっちゃい。うん、オンイヤーヘッドホンの中でもコンパクトな方だと思います。うん、めっちゃちっちゃいね。うん、というか、なんか普通の、あとこれケーブルつないで使うヘッドホンっぽい。うん、なんかワイヤレス、え、どこにワイヤレスっていう、どこにそんな機械入ってるのね。そうですね。ちっちゃい。で、これもすごいシンプルで、ボタンが、うん、Bluetooth の接続ボタン、うん、ここにあるんですけど、うん、これだけですね。つないでみましょう。やる？やりましょう、やりましょう。なんかでも他のボタンが全然見当たらん、ね。そう。どうなってるの？どういうこと？じゃあつなごうかな。きた。HK 双方ワイヤです。双方ワイヤです。はい、いっぱい表示されてるから使ってない。いいイヤスタッフあるあるです。デモキー一回つないで、そのまま消し忘れ。あ、ボタンがない理由が、うん、これですね。あ、なんか図が書いてある、ね、まさかの、まさかのタッチパネル、タッチパネル、まさかの、すげえ、ほほ、なる、うん、けどタッチパネルがこれどうなってんの？タコの内側に書いてあるんですけど、うん、音量調節と早送り、あ、ほほ、右だ。
右のハウジング今指でピンって触ったら再生されてる。音量あスライドで。ああ動いた。怖い。iPhone の画面のボリュームバーが今ここ。すごい。あ、すげえすげえすげえ。ちゃんと反応してますね。あ、スキップした。おお、もっと音いいよ。この操作方法はタッチ&スライドって書いてますわ。あのあれやね、パロットジックとかと同じような仕組みやね。だってこれレザーですよ、ここ多分本物のレザーですよ。外側もヘッドバンドもイヤーパッドも全部かなりあのヘッドホンに使われてるものの中ではだいぶこう高級感というか本物感が強い、まあ、本物かもしれないけど質感すごい、すごいちゃんとしたレザーですねこれ、うん、すごっ。これほんで音めっちゃ良かった。一応周波数、うん、まあ、再生周波数帯域特性で言います、うん、もう20から20キロまで出るんで、うんうん、まあ、課長領域内はちゃんとカバーしてるから、そうですね、一人です。何流してあげよう。伝わり、伝わりがいい。はい、じゃあ伝わり、音でかいからちょっと。じゃあせやな、コンセル蒲田にしてあげよう。お、やった。あ、違った。お、でもこっちも好きですよ。今頭振って思ったんですけど、うん、フィット感めちゃくちゃいいですね、うん、なんか形の割にね、四角とかって結構フィットさせるの難しいタイプやけどね、うん、これはフィット感がすごいいいです、うん、でもう一個、うん、ここのスライダー部分がすごい質感がいいんですけど、金属かな、っぽいね、ちゃんと、うん、メタルパーツ使ってるみたいですね。あとあれやな、NFC 対応してます。お、 iPhone とか対応してないですけど、あの NFC ってニアフィールドコントロールやったかな、あの近づけるだけで Bluetooth ペアリングされるやつがこれ対応してるんで、まあ、Android のスマホとかだったらはいっ接続完了みたいなね、楽ちんぽんな使い方もできますね。これいいね、女の子に勧めてください。ぜひぜひ女の子に勧めてください。女の子に勧めてください。プレゼントしてあげてください、はい、あなたがもしあなたが女の子だったら買ってください。お願いします。はい、はい、というわけでですね、はい、Bluetooth の、双方ワイヤレス、はい、本日ご紹介させていただきました。まあちょうどね動画アップしてる今日、うん、今日の昨日発売だったということでですね、ご主人ですけど動画撮ってるこの今日発売なんですけど、そうです、はい、まだ発売されたばかりの商品ですので、はい、まあ、特にねこの双方のシリーズはパッケージングから中の付属品とか本体の仕上げに、至るまで、はい、ギフトに最適な製品と言えます、うん、すごい喜ばれそう。あとはこれホワイトでねちょっとそのガーリーな感じになってますけれども、ブラウンとねブラックが3色ありますから、まあ、男性にもおすすめでございます、はい、これからの時期オンイヤーが楽って多いと思うんで、うん、暑いしね、そうなんですよね、これぐらいの大きさだったらまだ使える、使っていただけると思います、はい、ぜひ、はい、ワイヤレスの便利で高音質で、はい、オシャンティーなお探しの方は、はい、ぜひ双方ワイヤレスをお試しになってみてください。ぜひぜひよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、というわけで、はい、イヤホンのロイタコとリョータと中田くんでした。ありがとうございました。ありがとうございます。バイバーイ。